これから出発です。レッツゴー。メサキャン北海道です。はい、今回の旅は日本最北端、宗谷岬へゴー。日本海オロロンラインを駆け抜け、北海道らしい雄大な景色とグルメや観光を楽しみながら宗谷岬へ向かいます。札幌から石狩市に向かっています。今渡ろうとしている橋が札幌大橋。この橋の下を流れるのが皆さんご存知石狩川です。で今回の旅はね、だいたい350キロ以上あると思う。石狩市、増毛町、留萌市、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、手塩町、幌延町、豊上町、稚内市、12市町村を駆け抜けます。今日は行けるとこまで北上します。はいはい、苫前町ぐらいに入れるといいかな。うわー、行けるかな。はい、ただいまの時刻15時33分です。はい、チョコレートストーリーを曲がります。ロイズの太み工場です。ここは石狩市にありますからね、ショップの方が9時から18時、ファクトリーツアーっていうのも9時半から17時30分までです、はい、ロイズといったらみんな大好きチョコレート、今回はパンを買います。パン？美味しいからここのパン、楽しみ。早いね、1周年だったんだね。すごいアニバーサリーです。ここは工場見学もできるんだけど、無料で見れるところもあります。おポテトチップチョコレート、甘さと塩味の絶妙なバランス、生チョコレート、これめっちゃうまいよね。チョコミント新しいのこれね。え、いや食べてみたい。はい、パンもすごい充実してるでしょ。人気パンランキング、今日はこれにしようと思う。グテ357円です。すごいパンに板チョコ1枚入ってる。ロイズらしいパンでしょ。うん、結構柔らかい。チョコ甘くて美味しい。早くよ、間に合わない間に合わない。間に合わず、日が暮れてくる。あ、ちょっとパネルがあった。はい、あそこに顔出して。はい、撮影。ずっと、ちゃ、行くぞー。レッツゴー。ロイズから走ってきました。うん、はいはい。231号線、オロロンラインに今出ようとしています。ここでクイズです。はいはい。北海道を代表する石狩の郷土料理とは？あ、サンピー汁だ。ブブー。え、ちこっと？石狩鍋です。そうだっけ。次は峰泊駐車公園っていうところに行ってみます。はい、別名カシオペアの丘って言って、すごい景色がいいらしいよ。おー、いいぞ、これはいいわ。天気よかったら、うん、景色いいわ。そう、お、ちょっと雨降ってるけどすごいよ景色ね。すごい。いや、今度天気いい時に来てみよう。ね、ね。はい、石狩の道の駅アイロード熱田です。今回は時間の都合上スルーします。通過です。さようなら。はい、お冬岬白金の滝にやってきました。今ね17時46分やっと到着です。はあ、結構かかったよね。はいはい、かかりましたよ。お、迫力ある。すごい。この滝は初冠別手売り八木尻国定公園内のすごいでしょこの滝。おお、迫力。見て見て、やっと夕日出てきた。すごい綺麗。日本海側はね、本当この夕日が綺麗なの。いや、すっごい綺麗。よし、じゃあ選手交代して行くぞ。行くぞ行くぞ。わあ、すごい。綺麗な夕日が出ました。すごい岩真っ赤。増毛町にやってきました。
マシケ町はタコや甘エビなどの海産物、サクランボやリンゴなどのフルーツが取れる町。昔はニシンがたくさん取れて海一面にカモメが来たことから、アイヌ語でカモメの多いところという意味、マシュケ。それがマシケだ。マシケの町の方に入ってきました。まっすぐ行くと左が国まれ酒造。もう終わってます。終わりです。はい、ここは旧商家丸市本間家、呉服商に始まりニシン漁の網元でした。すごい歴史のあるね、建物なんだよ。マシケ駅到着です。はい、マシケ駅に着きました。これは増毛駅とは読みません。また言ったよ、まさかと思った。旧留萌本線増毛駅、95年間ありがとうございました。富田屋旅館さんとか風町食堂とか、すごい歴史のある建物が多いの。増毛と言ったら高倉健のステーションでしょ。そしてこの風町食堂は現在観光案内所として利用されています。増毛も待ったのー、待ったなー。今留萌に向かってます。はい、もう真っ黒です。はい、本当は苫前まで行きたかったのにね、うん、ただいまの時刻19時です。はい、もう真っ暗。はい、無理。はい、留萌で温泉入って、うん、車中泊してまた明日。そうだね、朝から始めましょう。はい、はい、残念。ついに到着しました。今日の寝床、はいはい、留萌の道の駅。はい、1日目は留萌の道の駅まで来ました。はい、じゃあ乾杯しようかな、うん、北海道の自慢札幌クラシック。乾杯。乾杯、はい、あうめうん、自宅から、はい、150キロぐらいしか来れなかった。で、マシケに着いてもう6時だったからお店も全部閉まってて、うん、で、留萌でカムイワ温泉っていうところに行って、セコマートでご飯を調達してきました。はい、ホットシェイフ。はい、いただきます。いただきます。トマトいっぱいのミートパスタ。セイコマートのホットシェフはいいよ。これも美味しい。トマト、ミニトマト。そして一緒に旅するのはうちのメンコちゃん、ショコラくんです。おいおい。あ、メンコちゃんってどういう意味かわかる？北海道弁で可愛い子っていうこと。今日は本当は苫前町まで行きたかったの。だいたい40キロから50キロぐらい足りなかった。間に合うの？分かんないまで。分かりません。一つ皆さんにお伝えしたいことがあります。愛称募集してインスタでね投票しました、うんうん、はい、その結果キャンミーという愛称になりました。これからはキャンミーとお呼びください。よろしくお願いします。そしてキャンミーが言ったボスという愛称になってますので、これからはキャンミーとボス、はい、ということでお呼びいただければと思います。はい、トイレ行って寝るぞ。はい、朝の気温です。外気温25度、室内も25度です。同じぐらい。バッテリーの残量 82%。 今回ね、うん、結構走行してるから走行充電が溜まってるみたい。まずまずの成績じゃないでしょうか。はい、おはようございます。おはようございます。今日の天気はあいにくの曇りです。はい、ロータリークラブ、うん、創立60周年記念の日です。これがカズモちゃんです。はい、道の駅留萌を後にしました。留萌といったらニシンで栄えた町なんですけれども、はい、うん、カズノコがとっても有名なんです、うんうん、カズノコの加工生産日本一。そして、うん、
これから行くのは、はい、黄金岬海浜公園、はいはい、ここはかつてニシンの見張り台であった岬で、うんうん、夕日に映し出されたニシンの群れ、はい、キラキラと黄金に輝くことから、はい、まあ、黄金岬と付けられたそうです。はい、きっと夕日がいいんだろうね。やっぱりこっちの夕日、うん、日本海側は夕日がすごい綺麗、まあ、ちなみにですけど今8時18分です。到着です。はい、黄金岬にやってまいりました。波頭の門です。なんで波頭の門っていうかというと、はい、ほら波がすごい高いでしょ。おー、本当だね、うん、波が高いことで有名なんです。あー、そうなんだ。こう3年くらい前かな、来た時もここ来たよね、はい、前は行けたはずのところが行けません。立ち入り禁止になってる。崩れちゃったのかなこれ。あー、そうだ、残念。前ね、向こうの岩の方にも行けたよね。行けたと思う。うん、そんな記憶がある。はい、行けません。あ、すっごい水が透き通ってて綺麗だと思わない？綺麗綺麗。若者たちだって。佐藤マサル。誰？君の行く道は。ハート。はいはい。え、歌えた。すごい、ね、すごい、若者たち歌えた、ちゃんと。はい、JR 留萌駅です。こちらの駅は2023年3月31日多くの人に惜しまれながら廃駅廃線になりました。ここがこう JR 留萌駅で、すぐ前のここ駅前市場の中にあります。留萌駅前自由市場、ネットの情報によると9時に開くと思います。ただいま8時58分開くかどうか。海鮮丼とか買いたいんだけど。有名なんだよね、ここの永田鮮魚店さん。開くみたいです。やっとやったやった。ブリ3400円とか、ナマコだって。生ウニ海鮮丼、これが食べたかったんです。これすぐ売り切れるんだよ。へー、うん、いやー美味しそう。生ウニ海鮮丼1杯2000円。たった2000円だよ。やったやった、超えた。めっちゃ嬉しい。今回の旅のまともなグルメ、はいはい、1品目です。朝早いから、うん、今日は美味しいもんいっぱい食べそう。車の中で食べようかな。食べよう食べよう。じゃじゃーん、うわー、まあ真ん中はまずウニだね。それからカニ、甘エビ、卵、ホタテ、それからハマチかな、サーモン、それとマグロ。うわー、ウニ最高。うん。もう一個買ってきたらいいと思う。留萌で大評判のね、永田鮮魚店。1,2,3,4,5,6,7,8,9 種類。さっき言ったよ。あ、言った。マグロじゃない？違う？うん、マグロだ。本マグロって感じ。こう安かったからハマチ買ってみました。500円だったね。油乗っててうまそう。うん、油乗って美味しい。最高。お、見てこれ、早速ビールじゃないけどノンアル飲んでるよ。ああ、ああ、朝です。今9時12分です。やっぱりウニだよね。すごいさ、粒が大きいのこれ。溶ける。濃厚でうまいね。ちょっとサーモン食べていい？え？サーモン、絵って言われました。絵って、これを絵は半分残せっていうことです。まあ半分残しました。あー美味しいな。やっぱり北海道って言ったらさ、海鮮丼ですよね。だけどこれ2000円は破格。次は留萌から小平町に向かいます。やっぱり小平もね、明治から大正にかけてニシン漁で栄えた町です。ほら、このオロロンラインはね、巨大な風車がとっても多いですよ。はい、小平町の町の中に入ってきました。ゆったり感。あ、ほら、キャンプ場、レストラン、展望台、パークゴルフ。風車はすごい広いな。海は、歌って。海は、はい、見えてきました。道の駅小平日進番屋と旧花岳番屋です。これはすごいよ。
到着、はい、すごい立派です。道の駅おびら二神番屋、じゃあ行ってみたいと思います。今よみがえるヤンシューの息吹、すごいの、ほら、おー、この大量旗、おー、はい、今日はヒグマに出会いました。剥製ってことか合ってないけど合ってないけど、うちのショコラちゃんよりもだいぶ大きいよはい、こちら多目的ホール特産品販売コーナーになってます。スイカを見ています。家だって、幻のスイカ、サマーオレンジ、あ、黄色い、7400円。だけど大きいね、これ。おびら町は、はい、PR キャラクターおびまるくんです。どこから出すかな、どこから、どこだ、あ、こっからだ、こっから出ました、おびまるです。はい、2階もあってこんな感じになってます。はい、ここは展示室、こちらには重要文化財旧花岳番屋があります。建物としては日本最北端の国指定重要文化財の中で最も大きい建物になります。ここはね、大人400円かかる、中はちょっと有料なので今回は時間もなくて入れません。いつも見たいと思うんだけどなかなかタイミングが合いませんどれだけ潤ってたんだろうね、ニシンで。すごかったと思うよ。で、オビラはね、タコザンギが有名なのでタコザンギを食べていきたいと思います。1パック500円。いや、作って食べれるかな揚げたてだからね柔らかい、味も濃い。まだ言ってます。めっちゃうまいはい、北海道の名付け親松浦武四郎の像です。松浦さんバカにしてる。そしてここアーチがね、すごいんだよ。じゃあ入ってみようかな。え、何、海に入るの？入れない、ここからすぐビーチだもん。はい、今回のゴールはずっと上、稚内です。今は、はい、はい、ここ小平二神番屋です。まだまだじゃん。いやー、もうなんか行ける自信がない、なくなってきた。小平町を後にして、はい、次に向かうのは、うん、苫前町。やっとやっと次苫前なの。そうね、もう今11時だけど全然進んでません。ただある意味ね、苫、はい、前町は今日の最大の盛り上がりを見せるかもしれません。本当本当にあ、だけどここあんまりふざけたらダメだよ、獣に襲われる。それは言いません。はい、苫前町に入ってきました。次行くところは宗谷岬からまた逆方向に戻る感じなんだよね、また遠くなっちゃうじゃん。そうなのよ、やばいなこれ。もういつになったら着くの。さっきなんかさ、苫前ってなった時に熊のマークだったんだけど、苫前町って熊のマークなの？苫前のキャラクター確か熊だったよ。ちなみにですけど、はい、あの苫前町のキャラクター、うん、はい、熊田苫尾。海や山の幸など苫前町の豊富な特産品を PR するヒグマの男の子で永遠の9歳ですそうなんだ。そう、熊田富男。そう、違う、熊田苫尾苫前の苫ね、なんじゃないかな。はあ、そんな、うん、面白すぎるそれ今回の目的地はさらにここから23キロぐらい入っていくから大変です。今日着きません、宗谷岬に。現地まであと2キロ、ベアロードです。ここは怖いです。何か違うね、空気が。あ、感じる、うん、だいたいもうあと1キロです。緊張してきたもんすごいよ、山奥にやってまいりました。なんか獣の匂いがしてきそうな。お、人だ、びっくりした。クマかと思った、自転車に乗ってる。え、ちょっとこっから砂利、うわ、放送産経グマ事件。
怖いよ。やばいやばい。怖い。いやもうやだよ。あ。あ、なになになに。なかった。あ。ここじゃない？うわ。クマいるよほら。クマがいた。あ、クマがいた。下出してる。ああ、ここだ。あっちにもいる。はい、うわ。八人注意って書いてある。やばい、降りられないよこんなとこ。すごい、アブがすごいから。うわ、ちょっとこれ俺だけ行くかな、危ないもんこれ。うわ、クマです。三毛別ヒグマ事件復元地、日本史上最悪の獣害と言われる三毛別ヒグマ事件を後世に伝えようと再現したところになります。大正時代に起こったヒグマによる殺傷事件としては日本最悪、7人死亡、3人重傷です。怖い怖い怖い。あー、クマだー。ガオー。それでは中に入ってみましょう。ここはね、こんな感じ。アブが怖くて撮影できません。チーンだよもう。こちらの小屋、クマのところからちょっと周りを見渡してみましょう。じゃあ木の端がかかっています。ここの木、なんとクマの爪当てです。うわー、いっぱいついてる。なんかここにはクマがいそうな感じの穴蔵です。うわー、怖い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 。またのアブだらけ。やばい。ちょっとすぐ乗んないと。なんかキャンピングカーにねアブいっぱいつくんだ。さよなら。見たかったけどな。わしアブにすぐ刺されちゃうからダメなのよ。いやちょっとさ、結構怖かった。ほんと、ね、本物のクマに会ったらどうしようとかさ。一人で行ってきました、決死の覚悟で。またオロロンラインに戻ります。はい、だいたい25キロぐらいあります。ただいまの時刻、11時58分。道の駅ふわっと戸の前、ここは昨日の夜入ってくるところでしたが、風がやっぱり強いの、オロロンラインは。それで風力発電とかが盛んなね、町だよね。戸前温泉ふわっと、ここはね、日帰り温泉、レストラン、宿泊、売店もあります。何これ。足湯展望デッキが無料なんで入っていきたいと思います。トマ前のキャラクター、クマだ、トマオ。かわいいじゃん。かわいいんだよ、エビ乗っけてるし。凶悪なクマじゃないんだよ。足湯出入り口。おお。おお、手売りと焼き尻は見えてるけど、利尻富士はどうかな。見えてません。見えないね、全く見えないね。あいにくの天気だからね。足湯があるんで入っていきたいと思います。じゃあ厚めでいきます。はい。あ、これ、ま、赤いよこれ、お湯が。熱い熱い。これすーごい、にごにごにご、効きそう。いや熱すぎるわこれ。ちょっとぬるめも入ってみようかな。こっちの方がぬるい。あ、いい湯だわこれ、すごく。もういつまでも入っていられるね。ねえ、すごい立派なんだよここはね。ここでやることはもう決まってます。もう一つです。桃から生まれた桃太郎。またやっちゃったよ。はい、夕焼け通り、オートキャンプ場が見えます。フォリー恋人の岬はどうなってるでしょう。行ってみます。よ、変わってないかな。よいしょ。はい、ここが恋人岬。はい、はい、変わりません。はい、次はフォリーだよ。フォリーどうなってるかな。久しぶりのフォリー、行きます。ん、鍵がかかってます。フォリーは開かずの間に変化してました。すごいでしょ、造形が。ずっと奥にさ、風車が回ってて。あ、本当だね、うん、この貝のようなこの造形すごいよね。すごい。じゃあ行くか。 はい、ふわっととまま、うん、また温泉に入れませんでした、残念。また来よう。いつ来れるんだ。またのー、トマ前。またのー。はい、トマ前町を後にして
次向かうのは羽幌町です。そして羽幌と言ったら何と言っても甘エビです。はいはいはい、腹減ったよ俺も。いや本当もう今1時半だよはい、羽幌町です。甘エビファクトリーにやってきました。ここは新鮮な甘エビ、ボタンエビ、甘エビのパスタソース、酒蒸し甘エビ、いっぱい美味しいものがあります。これ外でも食べれます。いいなこういう日は、エビ丼が食べたいな。甘エビのコンフィがフレークとか、エビの加工品すごい多いよ。今晩の車中泊、おつまみで食べる甘エビの酒蒸しです。メニューはこんな感じになってます。人気ナンバーワンのエビセット、デザート付きで2500円、甘エビセットだったかな。うん、プリプリ甘いよとろけるこれこれ、いっぱいエビ入ってる。うわあ、いい香り、うん、あ濃厚。そしてこれ甘エビの唐揚げ、美味しそう。腹ごといけるもんね。香ばしいでしょ。うん、ガーリックめっちゃうまい。嬉しいことに食後にデザートがあります。ミニソフト、ミニすぎるかわいい、濃厚で美味しいんだもん。はい、甘エビファクトリーを後にしまして、はい、はい、サンセットビーチ、はい、ここ道の駅ホット羽幌になってます。はい、大きいんだけど、ね、うん、通過です。さようなら、またの。すごいじゃん風車、すごいいっぱいあるよ。なんか見えたかも。見えたかも。あった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 。羽幌と言ったらこれ外せないよね。あー、やっと会えた。目的のものが見えました。フォルムが可愛いぞ。サンセット王国羽幌、このオロロン町に会いたかったんです。あのオロロンラインのオロロンはこのオロロン町から来てます。オロロン町はね、海ガラスの別名。うん、オロ聞いたことないよね。おっきいおっきい。大きいよ、すごい。このロンね、モニュメント、オロロン町のモニュメント。はい、ぐるっと一周してみました。あー、オロロン町、まあ羽幌に来たらぜひこのモニュメントも見てみてください。はい、羽幌から初山別村に入ってきました。はい、初山別村は星空に夢とロマンを求めてのキャッチコピー。それはね、初山別の天文台があるからだと思う。天文台のデザインもすっごいかっこいいの、ここ建物。なんでかっこいいかっていうと、うん、あのアメリカのアポロ計画、うん、宇宙船をデザインした建物になってるの。初山別天文台の建物を見に行きましょう。建物を見に行きます。建物コンピラ神社って、うん、海の中に鳥居が立ってて、うん、その間に夕日が落ちる。それはすごいね。すごくいいねって言うけど、あなた見たよねだって初めて見る人もいっぱいいるんだから、うん、いいんです。皆さんぜひ見てくださいね。3年前にやっておりますので、まだ拙い動画ですけど。そう、岬台公園っていうところにあるんだよね。あった、ほら、お、はいはい、見えてきた天文台、この左。はい、初山別天文台です。かっこいいでしょこの建物のデザイン。入館料大人200円、小中学生の100円だよ。夜21時まで。星が見えるの、ここのでっかい望遠鏡から。見たかった。見たかった。行かないの？もう朝露別を諦めるからゆっくり見るっていう。なんかぼやいてるよ。ぼやいてます、ぼやいてます。見える手もあるけど、いいんですね。またにするわ。するんですね。はい、そうなんですね。ここが岬台公園。はい、すっごい景色いいです。キャンプやってる人もいっぱいいます。ちょっとまずは道の駅に行ってみたいと思います。ロマン街道初山別道の駅です。入ってみますと、ここレストランもあって、前ここで食べた
これ初産別はね、初産丸くんです。はい、頭何か知ってる？展望台。それにね、星の髪飾り、ハスカップの首飾り、マフグのポシェット持ってるの。初産別フグ料理が有名なの。ちょっとだけ見てみる？岬の湯、初産別温泉です。コンピラ神社ってこういう風になってます。でレストラン花岬はちょっと今クローズドです。フグ料理です。フグ屋さんみたいになってる。500円だって。朝風呂もやってる。いいね。はい、コンピラ神社の伝説があります。はい、じゃあコンピラ神社に入っていきたいと思います。コンピラ神社はね、三崎台公園の一番下側にあるの、はい、で海の中に立つ鳥居。あー、見えてきた。おー、すごい迫力ある。夕日がね、落ちる時にこの鳥居の間から見れると一番いいんだけど、今日はちょっと天気が悪いから無理だよね。この鳥居に来れただけ良かった。はい、海の鳥居の反対側にもね、鳥居がありますのでぜひ見てください。初産別待ったの。今行こうとしてる遠別富士見の道の駅は、はい、前回も行ってんだよ、うん、朝早くてまだオープンしてなかったから、実質的に入るの初めて。楽しみだよね。楽しみ。また風車なんだけど、すんごい勢いで回ってる。ぐる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 。ちょっとね、私たちの事情で9月は用事があって取りだめです。なので稚内まで遠出をしてます。おー、キャッピングカー来た。入ってもくれー、だーくれー手振ってくれた。男の人いつもみんなさ、恥ずかしそうに手振るよね。いつも私たちは全力で手振るけど、運転手さんはいつもなんかこう控えめな、恥ずかしそうに隣に座ってる奥さんが一生懸命手振ってくれるって面白いよね、見てたら。遠別富士見に到着しました。お、ももちんだ。あー、ももちん、もう漫画な、ももちん今ここだって、うん、ちょっと上の方で見ると遠別町です。3分の2ぐらい来たって感じかい。ねえ、稚内今4時です。間に合いません。道の駅遠別富士見にやってきました。入ってみよう。ここではほら、レストラン、ミナクール、麺屋232、富士見るキッチン、別れが遠くなる街、遠別。もう確かにね。今ね、16時21分、手塩まで20分ぐらいかかるんだ。遠別でもう一箇所だけ行きたいとこあった。遠別漁協の浄化施設っていうとこで、これ？あ、これだ。これ船釣ってあったらこれかっこいいよ。星が出てたらこれをバッグに撮るとかっこいいよ。あ、映えスポット。そう、ただそれだけです。急げ急げ急げ、行こう行こう。はい、次は手塩町に入ります。今日はね、道の駅手塩で終わり。今日は稚内最北端宗谷岬に着いてるはずだったんだけどな。ちょっと無理でした。無理でした。今の時刻16時48分、道の駅手塩にやってきました。ご当地キャラクター、手塩仮面、しじみラーメン、え、牛尾汁、これ本物の貝が売られてる。しじみ売ってんだ。でかくないかも、しじみ。いや、量も多いしね。なんか買おう、これ。手塩町の牧場から直送されてるソフトクリームとか。いや、どれか、これにしよう。車で食べましょう。牛乳じゃないんです。チューチュープリン、チューチュープリン、カスタード。今向かってるのは手塩川河川公園。お、はい、手塩川です。雄大な川でしょう。はい、手塩川河川敷公園のハートのスポットです。せーの、ピンク2です。ここハート、ハート、こう、めっちゃこう、あ、こう、え、こう、ちょっと離、もうちょっとあなたがこっち来ないだろ。あ、こうなってる、ハートに。もうちょっと下がって。はい、いいおじさんとおばさんがよくやるわ。1、2、3、はい、手塩川河川敷公園。はいはい、桟橋みたいな感じでね、雄大な川が近くで見れるようになりました。いや、これはいいよ。
手塩温泉夕梅に行きます。手塩町民保養センター、手塩温泉夕梅です。なんか入ってみる。ちょっとここはね、今日宿泊客でいっぱいで食事は取れないということで。宿泊者のみって言わなかった？宿泊者のみって言われた。どうする？またせこまった。2回目の車中泊です。2日目。そう、本当はね、もうとっくに宗谷岬に着いてるはずでした。企画まあ、とりあえず乾杯しようかな。はい、はい、乾杯。乾杯。乾杯。明日、はい、いよいよ宗谷地方、はい、ゴール地点に入れるはずです、今晩の食材、はい、ホットシェフのカツ丼です。パカ。ホットシェフのカツ丼が一番好きなんです。いいな、食べたいな。塩別富士見道の駅で買ったな、コロッケが有名だっていうから、コロッケとタコのかまぼこ。いただきます。これ大きい。おお。うん、うん、あ、おいしい。なんかすごいコロッコロしてる。タコをすごい主張してくる。これ300円、まあまあの値段。ホタテ丸ごと入ってると思ったら安い。そうそう、全然そんなことないと思う。これタコのかまぼこめっちゃうまい。うまいと、うん、うん、味が濃い。かまぼこも甘くて美味しい。キャンピングカーを買ってよかったよね。いや、よかったと思う。生活の幅が広がった。今までしたいって思わなかったよね、車中泊の動画を撮るのは。観光とかグルメ行った後、この車中泊をして撮影するっていうね、ちょっと限界できなかった。うん、羽幌の甘エビファクトリーで買った甘エビの酒蒸し、これうまそうだよね。お店の人もこれね、おすすめしてたよ。パカ。おお。これ解凍されたかな。おお、まだです。はい、解凍になったよ。もう、わ、剥いてみよう。いつもエビの剥きがかりです。わあ、味噌がいっぱい入ってる。ちょっと初めて食べるんだよね。なんか北海シマエビみたい。身もむっちりしてるよ。2尾剥けました。食べる人、剥く人。あ、剥こう。これ、うん、濃いね。うん、濃い濃い。あの北海シマエビよりも、うん、もしかしたら濃いかも。おいしい。そしてプリップリ、ね、あ、これすっごいうまい。次もお願い、お願い。食べる人、剥く人。とろけっていうのはゴクッとじゃなくてとろっと飲むミルクです。うまっ。これ牛乳じゃないの。乳製品が濃い。甘いの。飲むヨーグルトではない。牛乳でもないでしょ。牛乳でもない。なんとなくとろっとしてるんで。飲んでごらん。なんだこれ。わかんないでしょ。あの飲むケーキ、ケーキだよこれ。ケーキか。うん、液体のケーキってこと。ちょっと想像がつきにくいね。テシオチューチュープリン。すごいマヨネーズみたいじゃない。うん、プリンだよこれ。マヨネーズの容器で食べるプリン、焼きプリンみたいな味。うまい。関節キス。え、キモいって。まさにチューチュープリンです。チューチュートレインみたいなこと言うなよ。こうですか。全然、ただのくねくね酔っ払ってる人。今日はもう疲れたので寝ます、はい。明日は幌延町、豊富町、そして、稚内に入っていきます。はい、はい、それではまた明日。はい、もう 10時です。ご苦労様です。
意味わからない。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。したっけねー。